メイクとか10分なんですけど、うん、髪の毛1時間半ですよね。新しい世界が広がりそうですね。やってみたい気がした。ね、そうですよね。ちょっとやってみたいなみたいな。香り、うん、全然しない。すごいしない。本当だ。ポーチェウェブサイト編集長の三好彩花です。よろしくお願いします。美容コラムニストの近藤です。よろしくお願いします。美容家の神崎めぐみです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回はボーチェとしても初の試みでして、ボーチェビューティービデオポッドキャストという企画になっています。はい、近藤さん、神崎さんと一緒に、はい、美容のこと、髪のこと、ざっくばらんにお話しできればなと思っています。あとヘアカラーとかヘアケアとかいろいろ知りたいこともいっぱいあるので、うん、お二人にお伺いできればなと思います。ボーチェビューティービデオポッドキャストということですので、皆さんにもラジオ感覚で楽しんでもらえたらと思います。よろしくお願いします。あのボーチェ、美しさについて常に考えている媒体ではあるんですけれども、はい、やっぱり美しさって肌だけじゃなくて、うん、ヘアもだなってすごく思っているんですけど、うんうんうん、二人はいかがですか。いかがですか。え、もうね、うん、もうね、見て、何何美髪。そうかな、今初めて聞いた。そうですか。もちろんですよ。ちょっと後ろ見てこのさ、量とツヤってすごくないですか。しかもインナーカラーしてるのにめちゃツヤツヤなんですよ。髪大事ですよね。やっぱり髪って目立ちますよね、一番目立ちますね。目立つし、なんか雰囲気っていうか美しさを左右してるような、うんうんうん、髪型ってすごい、髪質とか、うんうんうん、ね、綺麗な毛流れだなとかすごい思うもんね。もうずっと見てましたから、さっきからそんな、そんな恐れ多い、すごいと思って。顔が、うんうん、例えばしっかりメイクしていて、うんうんうん、整えてても、うん、そこに合わせる髪の毛がちょっとガサッとしてたりとか、うんうんうん、パサッとしてるとなんか綺麗の精度がガーンって下がるっていうか、わかります。なんか全然違うんですよね、うんうん、逆にすっぴんでも髪の毛がキュッとするとかっこいいよね。そう、綺麗、うん、だなと思って、うんうん、だからどれぐらい、どの割合でやってますか、うん、お二人は。その、うん、美容にかける時間、髪の毛、ボディ、顔って言って、はい、どれぐらいの割合ですか。ケア、時間とお金をどの順番でかけてるか知りたい、うん、今後のためにも知りたい。あ、でも、うん、そうすると、うん、肌、え、あ、肌が一番、一番時間もお金もかかってる気がする、うん、で、ボディとヘアがちょっと落ちて同点でいる感じのイメージ。なるほどね。え、ボディってどっから入れるの。例えばジムは入るの。あ、全部です、全部全部。じゃあ私ジム大好きだもん、うん、やっぱボディが一番大好きです。私もジム二人とも筋トレ系大好き。ボディが一番かな。あ、なるほどね、そう考えるとっていうと、だって血行とかがちゃんとしてると肌の調子もいいじゃない。そうですね、そうなんですよ。そう、そう、全部が健やかに、うん、確かに、うん、だからボディ1位かな。え、次は何ですか。どっちだろう。お顔なのか髪なのかがすごく知りたい。どっちだろう。でも顔か、顔かな。顔、うん、じゃあ日々の、うん、出かけるまで、どういう順番。私ね、断然髪です。もうね、そう、すごい。時間もお金も。私の寝起きとか洗い上がりの髪をご存知ですか。なかなか見たことないな。見たことないな。見たことないな。ぐるぐるですよ。え、どこと。え、どこと。どういうこと、ぐるぐるって。もう、あの、癖っ気なんですよね。え、すごいんですよ。そんな風に全然見ない。いつもこう、こういう風が入ってるみたいな写真じゃない。ね、これは、あれはもう努力の賜物なんですよ。うん、もう、もうすっごい、だから洗って乾かしてブローしてストレートアイロンかけてカールしてこれです、うん、はい。朝どれぐらい時間かかるの毎日。え、だからメイクとか10分なんですけど、うん、髪の毛はこの撮影とかだと髪の毛1時間半ですよね。顔10分、顔10分です。あ、そう、はい、やっぱりいつも写真とか見てても髪、誰だってそうだけど髪の量ってやっぱ多いじゃないですか。こう映った時、目に入る時に面積、ね、面積がね、やっぱりそれは印象を左右しますよね。しますよね、本当に。色もすごい大事。そうなんです。でも色って結構、私色すごい思う。何を選んだらいいんだろうとかいつもわからないなと思ってて、うんうん、神崎さんどうされてるんですか。いいんですか、お話しして、うん、聞きたい、聞きたい、語ってください、語ってください。いいんですか。もちろんです。私は、うん、とにかく肌がくすむんですよ。
ものすごい臭い嫌な感じ、くすんでなんかそれでないのに、ね、嫌な感じ臭いになるってば塗ってんの塗ってんの嫌な感じ。だって私ほら一応プロですから、あの手この手使ってこの状態なわけですよ、うんうん、朝起きるともうなんかよく友達と話すとなんか根菜みたいな色になってるよね。なんでそんなことない、なったことないんですか。根菜根菜っていろいろあるよ。根菜もごぼう的な感じですよ。ああいう感じですよ、土ついてる抜きたてのごぼうみたいな感じですよ。本当にそんな感じさん想像つかない、ね、だからあのそれでアフレットのこの髪の毛のちょっと想像したでしょ今。だからいろんな手を使うんですけど、うんうんうん、髪色もすごい重要だから、うん、あの季節によってと肌の状態によって、うんうん、私髪の毛の色変えるんですよ、うんうん、肌の状態で変えるの。だから変えたことないということはいつも透明感があるっていうこと。いやそんなことないですよ。それは感度が低いだけよ。違う違う、いつも発表会でお見かけするお二人はだって透明感ある。そんなことないけど優しい、本当ですよ。でもベースのカラーみたいなのなんか自分の中であるんですか。ないです。なんかベーシックのがあって ずらすんじゃなくて毎回毎回全然違う、毎回違います。例えば夏ってギラつくんですよね、うん、で私の髪は黄みが出たりギラッとしちゃいがちなので、うんうん、そういった肌の強い光に浴びてもギラつかないようなちょっと、うんうんうん、あの深い色っていうか逆にするんですよ、で冬はまあ光がまろやかになるし、うんうん、こちらの色が暗くなるから、うんうんうん、逆にちょっと明るくしたりとかするんですよ。なるほど、なるほど。あとくすんでる時はちょっと肌に透明感がある色をお願いしますって言って入れたりするんですが、でこのエクスガプさんカラーされてますか。私ここだけです、後ろだけです、インナーだけ、インナーのみ、うーん、そう、でもこれもね季節で変えてる。あ、インナーカラー、インナーでも、うん、え、どうやって変えてるんですか。夏はね割とね、うん、赤めにしてます。なるほどね、うんうん、で冬はやっぱ洋服に合わせてちょっとブルーめとか、うん、ロスグリーンとかマット系、あ、なるほど、なるほどね、すごいやっぱり変えるんですね。変えてますね、うん、なんか基本的に詳しくないから、うん、透明感が出るようにしてくださいって今言っちゃうんですけど、うん、なんかそれこそ私結構前なんですけど、うん、神崎さん あの紙面をね、うん、作ってた時に、うんうん、あまりにも憧れすぎて、うん、神崎さんと同じ髪の毛の色にしてみたことがあるんです、うんうん、その時結構暖色、うん、あ、赤いやつ、赤っぽい、うん、赤好きなんです、ね、そうカラーでらっしゃって、うん、すごい私も神崎めぐみになりたいと思って、うん、ちょっとこの色にと思って危険なドライの仕方でね行ってみたのしたら自分的にはちょっと近づいたことかと思ったんだけど、翌日会社行ったら上司に、あのさ優しさで言うんだけどさすごい似合ってないよって言われたの。それ優しさよ、優しさ、それ優しさよ。だからねやっぱりちゃんと自分に合うものを探さなきゃいけない、憧れの人に髪色を真似しちゃいけないんだなって思ったわけ。でも多分三好さん、うんうん、お顔がもう、うん、なんかパッチリされてるから、うん、赤って強いじゃないですか、うん、お顔強いから結構強かったのかな、強かったのかな、うん、そがこさんどれぐらいの単位で、うん、まあ、インナーカラーだったりとか髪の毛のケア、あのプロの手に委ねるのはどれぐらいでされてますか、ね、すごいいい加減だからそれ答えられないぐらいたまにですよ、うん、LINE が来ちゃうぐらいからそろそろ来てくださいLINE が来るぐらい、そぐらいもう大変ですから。言ってみたい、言ってみたい。ゆうさんどれぐらいですか。 1.5 ヶ月か、えらい、まあ、短いのもありますね私は、長さがなんかメンテナンスはどうしても、どれぐらいですか。私カラーは1ヶ月に1回行かないと、すごい、そうで私あの撮影とかでアイロンも使うんですよ、まあね、アイロンね、こっちね傷つくよね。そうなんです。あとそのもともと癖があるので、うん、キューティクルがやっぱ開きやすいっていうか、うん、抜けちゃうもんね、そう退職しやすいんですよね、うん、なので、うん、もうほんとちょっとギラッとしてくるんですよ、パサって見えてくるっていうか、うん、なので、まあ、撮影でご迷惑とかもかけちゃうし、うん、なんか印象がやはりなんて言うんですかね、ザラついてくるんですよ、ツヤがなくなると。なので1ヶ月に1回は行きますが、日延ばしにしちゃう時があります、うん、あってなっちゃう。やっぱり読者でもすごい忙しかったりとか、あとまあ小さいお子さんがいらっしゃったりとかする方と話をすると、んそんななかなか美容院に頻繁には行けないっていうお声も結構聞こえてきていて、うそういう場合になんかこうセルフヘアカラーを選ぶっていうのも手なのかなと思うんですけど、菅子さんどうですか。
僕ね、僕自分でねちょっと興味があった時はあんまり好きじゃない色しかなかったのかつては、うん、なんかそんなにカラバリないイメージで、そうカラバリないなみたいな、ちょっとアッシュ系とかそういうのがあんまりなかったじゃない、うん、だからね、なるほどね、だからずっとサロンに任しっきりだからあんまり真剣に見てなかったから、うんうんうん、すごく奇抜なカラバリじゃなくて、うんうん、そうそう微妙なね、ニュアンスカラーだったりダークエンの中でもバリエーションが出てきてるっていうのは最近すごいなって思ってるポイントです。お二人はそのセリフカラーとかされたりするんですか？私は普段はあまりしないでプロに任せちゃうことが多いんですけど、私昔ね自分でね、うん、黒に青を重ねたくて、ほうほうほう、すごい青を重ねたかった、なんかちょっと青黒くしたかったの、うんうん、あなんか、うん、分かります分かります、はい、それででも青ってないんですよ、特にかつては全然青っぽいのってなくて、だからヘアマニキュアをやったら落ちるんだよね、落ちますよね、落ちるタオルとかマスクラとかね、そうそう青使ったことないですが、うん、青になりますねきっと、そう、はい、青とかはね無理なのよ、無理なのよかつてのは特にだからそういうちょっとアッシュ系とか昔はあんまりなくて、うそういうヘアカラーではなかったんですよ、だからヘアマニキュアでしかなかったの、うん、だからそれでねちょっと凝りちゃったわけよ。なるほどね、うん、私はもうヘアカラー、セルフヘアカラーとの出会いはですね、うんうんうん、母の髪に塗るっていう、親孝行、もう牛が塗れないじゃないですか。そうだよね、なかなかそのやっぱり後ろまでまんべんなく、今でこそいろいろとそういう工夫がされていて、ちょっとこういろいろと自分でも後ろまでしっかり塗れるようになってますけど、昔ってこうやってやっぱ塗るやつだったのか、確かに私もなんかあの親孝行やってあげてたの、うん、だから今もなんかあの匂い、うんうん、ちょっとツーンとする匂いと、うんうん、あのなんかこうしっかり塗っていかなきゃいけないんだなっていう記憶がすごいありますけど、うんうん、あと自分でも結構ね私はうん、トライしたことがあるんですよ、うん、なんかこうお伝えする仕事なので、あそうだよね、そうなんですよ、ね、結構私は読者の皆さんとかとこう共有して何が良かったよっていう仕事が多いので、うんうん、やっぱり自分でトライして、うんうん、なんか何回もやったことありますけど、うん、難しいなっていうのと、うんうん、どこまで、うんこう狙ってるのかも分からないの、後ろとかね、そう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 なんですよ、うんうんうん、っていうのがありましたけど、うん、でもだん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 ってすごい簡単にできるようになったから、うんうんうん、あれすごいできるようになったら、うんうんうん、いいかもって思って、うんうんうん、このちょっとプリンになって、うん、ちょっと心もすさむというか、くすむ、そうだよね、自分が気になっちゃうね、そうなんですよ、うん、時にお家でサクッとできたら、うんうん、すごいですよね、すごい清々しく過ごせる確率が上がるから、うんうんうん、ありがたいなってすごい思いました、うんうん、ね、うん、美しい髪の印象作りにおいて絶対欠かせないのってツヤだと思うんですけれども、うんうんうん、ホームヘアカラーにおいてもカラー後のヘアケアってやっぱ大事じゃないですか、うんうん、大事、それめちゃくちゃ大事、めちゃくちゃ大事ですよね、うんうん、ホームケアだとなんかこう大丈夫なのかなって心配っていう声も時々聞こえてくるんですけど、聞きますよね、ちょっとこう、ごわついた感じになっちゃうからどうしたらいいかなとかっていう質問は受けたりはします、うん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 、あと色も抜けたりするときになんか毛先から抜けるのが嫌だよね、うんうんうん、確かに ね確かに色ムラだったりとか ね色ムラとかね、確かに、でもトリートメントもしっかりしますね、うん、自分でカラーをしたときは、うん、よりしっかり、うんうんうん、あのホームケアで、うん、集中トリートメントみたいなものは組み合わせてやったりとかもしてました、なんとなくね、いつもなんていうんだろう、手触りとかも気になるじゃないですか、ね、それでやっぱりね、ちょっとねうねりがあったりするとツヤって出ないんだよね、うんうん、ダメージだけじゃなくてうねりでもツヤって変わってくるから、うん、そうですね、全然出ないです、ねでもね、でもやっぱ面がね綺麗、面が綺麗じゃないとね、うんうん、そうなのでしっかりとトリートメントも組み合わせて、うんうんうん、私はホームカラーはやってます、うんねうん、でもホームカラーもあの昔よりもどんどん進化しているようで、うんうん、なんかそのケアの部分もすごくちゃんと考えられているものが商品増えてるっていう風に聞いてはいるので、うんうん、そのカラーバリエーションも増えていたりとか、うんうん、どんどんなんかみんなが使いやすくなってきてるんじゃないかなって最近思いました、うんうんね、ありがたいですね、ありがたいですよね、忙しい時とかにささっとね、うん、できれば、うん、自分でできるってすごく安心できます、うんうんうん、ね、うん、あのですね、はい、ちょっと2人に、はい、これ気になってるんですけど、はい、ロレアルさん、ロレアルパリオレオリュクスなんです、うんうん、はい、え、なんか良さそう、え、これこれね、うん、なんかね、ここ見てほしいんですけど、うん、約 60% オイル配合、オイルだって、オイル主成分、60ってすごいよね、
副集とほぼじゃん、ほぼそうなの、ほぼかな、副集ってすごくないですか。でもすごいね、あんまり聞いたことない。そうですよね、うん、すごい、なんかいろいろ入ってますよ、うん、そうなんですよ。これがね、さっきね箱今見せてもらった時に2つあるの、トリートメント。そうなの、そうなの。ですごい気になっています、ね、気になる、これすごい気になります、ねね、いっぱい入ってるのよ、うん、そうなの。ということで、はい、あのモデルさんを呼んでいるので、うん、実際に染めてみて、うん、私たちもチェックしたいなと思いますので、うん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 、ぜひ見てみましょう。ですよね、うん、すごいなんかみずみずしい、ね、そうですよ、艶がある、艶も感じますね、やっぱオイルなんだね、うん、緊張の一瞬、なんかすごい滑らかそう、ね、液だれしないよね、でもあとね、香り、うん、全然しない、スンとしない、本当だ、ね、すごいすごいね。家でやってるとみんなから、そう、うち中に上がるよね、窓開けて、窓開けてって思ってたけど、嬉しいよね、全然しないよね、すごいね、すごいすごい、できるんですね、うん、自分でも全然しないでしょ、うん、ね、うん、すごい、スルスルスルって伸びるんですね、すごいいいですね、うん、全然違います、私が持っている私も、いや私も、私もとにかく匂いがツンとして、ね、違うよね、全然なんかしっかりこうやってやっていかないと、匂いがムッときてるし、はい、そこにもちょっと高度の技術が必要っていうイメージがありますけど、そう、うん、簡単にするとどん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 、うん、緩すぎないよね、あんまり液だれするほど緩いわけでもないですね、うん、はい、ということで、はい、今回はうん、ご覧いただきやすいために側面から塗ってもらったんですけれども、うんうんうん、基本的に前頭からをする場合は、うん、襟足、生え際、脇目の順に塗るといいそうですよ。だからね、すごいね、塗りやすいもんね。そうです、そうです、うんうん、自分に合った塗り方がホームページに載ってるそうなので、うんうんうん、ぜひそれをチェックして使ってみるといいかなと思います。はい、なるほど、はい、そうなんです。ちょっと菅子さん、中身をこのセットに何が入ってるのか開けてみませんか、うんうん、なんかいっぱい入ってる、そう、いっぱい入ってるのよ、これこれがあれですね、染めるやつですね、はい、地域に影響あります、染毛剤です。あとね、その後のケアが2つもある。2つもあるんだ、うん、2つあるんだ、なんで2つですか。これね、1つはすぐにシャンプーするじゃない、うんうん、それでこれでトリートメントします。あ、お風呂はね、そう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 、はいはいはい、でその後そのまま濡れたままでもいいし、乾いた後でもいいけど、うん、洗い流さないオイルだって。うん、なるほど ね、すごい手厚いよね。手厚いです ね、すごい。そう、しかもこの多分、うん、こうやって付属されてるっていうことは、うんうん、このなんかこう、うんうん、このカラーのダメージだったり、うんうん、その、ね、まあ、ダメージしにくくなってると思いますが、うんうん、それにすごくバランスよく使えるものっていうことでしょ、うんうんうん、それすごいいいよね、ありがたい、うん、ありがたいですよね、はい、でね、ヘアカラーがちゃんと綺麗に持つように作ってあるだろうし、流れで使わないとすぐね、そうね、ダメージをすぐケアしないと、うん、っていう時に流れであんのはいいよね。なのでこの、まず今モデルさんも使いましたけど、うんうん、この1剤2剤を混ぜて、うん、これで塗りますと、うんうん、で30分ほど置いてシャンプーして、うん、トリートメント、それでそうシャンプーして、アフターカーヘアマスクでトリートメントして最後にこのヘアオイルもあるというのがロレアルパリオレオリュクスのこのセット、はい、セットですね、全部に入ってます。ちょっと期待大。そしてカラー展開はね、11色も買いまして、お値段は税込みで1980円ですって。本当だ、ここにあるだけでも3個違うんだ。そうなんだ、違う色なの。そうそうそう。え、しかも何ですか、このなんかニュアンスカラー。そうなんです、ね、綺麗ですよね、綺麗、ね、これはチェリーピンクだったり、うん、ね、バターベース、かわいい、やばい。でこれもね、チューブになってて、小分けで使うんだけどいいんでしょ、ね、使うこともできるので、うん、ね、根元だけ染めたいとか、だからリタッチするんだったらその分だけでいいんだもんね。先ほど匂いを全然感じない、ツーンとしないよねって話、姉さんにでしてたと思うんですけど、うんうんうん、その理由がアンモニア無配合だからなんですって。そう、染める前、うん、中、あともうどんな時もツンとした嫌な香りがしにくい設計になってるそうですよ、うん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 、それってきっと難しいですよね、うん、きっと難しいんだと思います。実現するのって難しかったってことですよね。でも本当に全く感じなかったですよね。全く感じなかった感じ、そうなんです。さらにそのロレアル独自開発のテクノロジーで、うん、オイルと水の反発でオイルが毛髪内部に色素を仕込む、うんうん、だからアルカリ剤と染料がより効率よく髪の毛に入っていくんですよ、うん、あ、なるほどね、うん、でダメージ要因の一つであるアルカリ剤を
可能な限り少なく配合できるように目指していると、うんうんうん、そしてね、染める際にオイルで髪表面保護ができているのもいいポイントなんですよ、うんうん、でカラー剤だけでなくカラー後のアフターカラーヘアマスクとアフターヘアオイルが ね、セットについてくるのでケアもしっかり行えると、うんうん、で繰り返しカラーをする人のために、うんうん、オイル 60% だったりトリートメントが2種類も入っていたりとか、うんうんうん、いろんなところに、ね、気を配っているというのがこの凄さですね。だから気軽にカラーチェンジが楽しめるし、うん、ダメージに、ね、配慮してくださっているのがありがたいですね。なんかそのお家でヘアカラーした後にトリートメントしなきゃいけないのはなんとなく分かるけど、うんうん、る何を使えばいいのか、そうそうそう、セットになってていいよね、うん、いい、あと2つもっていう、うん、インバスアウトバスで面倒見てくれるんですよ、うんうん手厚い、嬉しいですね、うん、ね、うん、面白いの見つけたんですけど、どうぞどうぞ。自分の顔で髪色を取れ、これいつもみんなあるんですか、今そんなにみんなスタンダードなんですか、このスタイルすごくないですか。シミュレーション、髪色シミュレーションができるそうで、そうそう、ってことでしょ、顔と、ね、自分の写真にはめれるんだ、きっと、ね、後でやってみましょう、うんうんうん、すごい、はい、皆様出来上がったようなので、やってみましょう、ね、おー、すごい、いや、髪色に合ってる、ね、すごい、こんなに見られてどうかと思うけどちょっとすごい綺麗ね、ツヤツヤ、羨ましい、触っていい、触っていい、すごい本当つるんつるん、すごい指通り滑らかです、つるんつるん、これすごい触っちゃいますけど、染み立てってことですよね、そうです、ね、もっとパサつくよね、すごい、ね、やっぱり、マスクとオイル使ったの、はい、うん、やっぱり2つあると違う、人の髪の毛こんな風にするすぐするんだね、するんだしたもん、すごい、なんとムラなくないですか、全然ない、すごい綺麗、すごい、だって ね色の差がないじゃない、全然変わらない、不器用さんでも頑張れるような気がしますねすごい綺麗に色ムラなく仕上がっていますよ、綺麗、ね、ちなみにこちらのカラーは 8A のシャンパンアッシュブラウン、すごい似合ってるいいですね、綺麗綺麗、肌色に合ってる、感動いたしました、いい、すごかったですね、すごいね、進化してるね、進化ですね今日いろいろお話ししてきましたけど、ね、うん、どうですか、うん、でもなんか私、うん、すごい綺麗に仕上げる自信がつきました、今すごかった、女王感が、女王感満点、なんかね、やっぱりやりたいって思っていても、うんうんうん、なかなか自分で綺麗にできないじゃないかって不安な方たくさんいらっしゃると思うんですよ、うんうんうん、そうですよ、でもこんなに綺麗に簡単にできて、うんうんうん、なおかつアフターケアまでしっかりできるって思ったら、うんうんうん、自信がつきました自信がつきました、つきました、そうですね、橋本さんどうですか、思ってたより液だれしないけどちゃんと馴染みやすいとかいうので、うんうんうん、やってみたい気がした、ね、そうですよ、ね、ちょっとやってみたいなみたいな、うんうんうん、なんかやっぱ難しいんだろうなとか、私不器用だしなとか、ね、あと匂いが嫌だなとか、そうそうそう、すごい匂いになっちゃうのかなとか思ってたんですけど、でしょ、あとベタベタついたら嫌だなとか、うん、すごい今の全部クリアできましたね、ね、いろんなハードルが ねでしょ、お風呂場汚れたら嫌だなとかいろいろあるじゃん、嬉しい、ちょっと私、ね、ちょっとやりたい、新しい世界が広がりそうですね、そうそうそう、うん、ね、ね、ありがとうございました、では皆さんまたお会いしましょう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。